体の4分の1程度にとどまることを明らかにしました。会場のシンボルと位置づけられている大屋根に一周およそ2キロ、高さ最大20メートル、使用する木材の量はおよそ2万7千立方メートル、完成すれば世界最大級の木造建築物となります。ソファーはボロボロになるじゃん。ほら、博覧会協会が今年2月公募したところ、20の企業や自治体から提案が寄せられました。あかんよ。サイクリングロードの一部や東日本大震災の被災地の土台として再利用するとした13の提案について、こっから先はいけないよ。ただこれらの提案を採用した場合でも、活用できる木材の量は全体の4分の1以下、およそ6000立方メートルにとどまるということです。